はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は棋聖戦決勝トーナメント石川五段対永瀬九段の一局の棋譜解説をさせていただきたいと思います。先手が石川五段、後手が永瀬九段で三間飛車対居飛車の戦いとなっていきました。そして3九玉に3三角、6七銀、5三銀と序盤はスラスラ進んでいきました。1六歩に2二玉と永瀬九段は一目散に穴熊を目指していきます。石川五段は5六銀と上がりまして、4四銀と受けて7五歩とついていきました。まあ、4四銀では4四歩も有力ですが、永瀬九段は4四銀型を選択して、7五歩に1一玉と潜っていきます。そして5九角と引いていきました。ここで永瀬九段は2二銀と穴熊のハッチを締めまして、以下2八玉に3一金と寄っていきます。石川五段は4六歩と突きまして、ここで永瀬九段は5五歩と強く突いていきました。ここで6五に出る手もありますが、それは8四飛車で強く戦っていこうと、そういう意思表示だったでしょうか。石川五段は4七銀とダイヤモンド美濃に組んでいきました。で永瀬九段は8四飛車と浮き飛車で7四歩を消していきました。そして以下7六飛車と浮きまして、9四歩と永瀬九段が端歩をついて将来の9五角を消します。石川五段も負けじと1五歩と逆側の端歩を伸ばしていきました。そして5一金、7七桂、4二角と進行していきます。石川五段はここで9六歩と突きまして、ここで永瀬九段に3五銀という工夫の一手が飛び出しました。これ3六歩と突かれた場合は7四歩という狙いだったでしょうか。例えば3六歩と突いた場合は7四歩という手がありまして、仮に同歩なら3六銀と捨てて、同銀に7五歩と先に銀損するんですが、飛車を狙う手がありました。おそらくこれが永瀬九段の狙いだったと思いますが、石川五段はここで6五桂という素晴らしい攻守を放ちました。こうするともう7四歩同歩7五歩の時に飛車を縦に引けるので助かるということですね。で、永瀬九段は4四飛車と回って4六の歩を狙っていきます。ここで石川五段は4五歩とつきまして同飛車と取らせて7四歩とうまくさばきまして、まず序盤は石川五段が1本取った形となりました。同歩は同飛車で飛車がさばけて先手優勢となります。永瀬九段は4六銀とぶつけていきました。でここで石川五段は7三歩成と強く攻め合っていきます。以下7五歩に7七飛車と引いていきました。この辺りはと金ができて石川五段が好調な流れとなっています。永瀬九段は6四歩と催促していきました。で結果的にここでの次の一手が、差が縮まる要因となってしまったようです。実戦は6二とと捨てていきましたが、同金と取って、このと金を捨ててしまったのは大きく形勢ほとんど互角に戻りました。6二とのところでは3六銀という攻守がありまして、仮に4四飛車なら、5三桂成という先に捨てる素晴らしい手がありました。で同角には6三とと寄りまして、仮に角を逃げればそこで4七歩取って、で仮に3五銀なら取って7五飛車とさばいて5三銀なども残りまして、これは先手が絶好調のさばき合いという形になっておりました。まあ、要所要所で妙手を指さないといけないので非常に難しい手順ではありましたが、3六銀からの手順が先手のビッグチャンスになっていたようです。実戦は6二と同金で形勢が不明になりました。以下7五飛車に4七銀成と進行しまして、同金にここで永瀬九段が5六歩といやらしい歩を入れていきました。放っておくと次4七飛車成、同銀5七歩成とと金を作る手がありますので、実戦はおとなしく同歩と応じていきますが、同金も有力だったようです。実戦は同歩に、ここで永瀬九段の7三桂が素晴らしい一着で、完全に互角となりました。同桂成は7五飛車と飛車が取られてしまいます。で実戦は4六歩と打っていきますが、2五飛車と永瀬九段が玉頭にかわしたのが好手でした。次に6五歩と
桂馬を取れば4二の角で7五の飛車取りに当たってしまうので、6五の桂馬の処理が非常に難しい状況になっています。石川五段は3六銀と手厚く打っていきましたが、やはり6五歩と取られまして、これで4二の角の利きが7五に取っています。以下7三飛車成同金と桂馬を取ってから2五銀としていきました。そして永瀬九段ここで7八飛車と打っていきます。これも巧妙な一着ですね。先手玉のこう脇から脅かしていくという単語形などが厳しい一着となりました。石川五段は3六歩とついてその3号桂を消しつつ、角の利きを通す味のいい手を放っていきました。でここで永瀬九段は5八銀と攻めていきました。一見すると自然な攻めなんですが、結果的に石川五段の巧みな受けを誘発して再び先手ベースの戦いとなっていきました。まあ、これは全く悪い手に見えませんでしたが、石川五段の4八飛車が素晴らしい受けの好手でした。ちなみに3六歩のところは6六歩と平凡に取り込んでおくのが一番有力だったようです。実戦は5八銀に4八飛車打ちが素晴らしい攻守で、ここで再び先手ペースの分かれとなっていきました。手番が回れば2六桂から3四桂のような筋が厳しくなります。実戦は5七歩と永瀬九段打っていきまして、同金と金を守備から反らして4九銀成と攻めていきました。以下7八飛車と取りまして5九成銀と進行します。ここで平凡に7三飛車成と攻めて4八金には3九銀と受ける手も非常に有力でしたが、実戦はここで石川五段が3四銀と踏み込んでいきました。まあ、結果的に3四銀があまり働いていなかったようで、再び永瀬九段が味よく6六歩とこの金取りを放置して6六歩と取り込むすごい手を見せて、再び後手が実戦的に穴熊なのでペースをつかみ返すという戦いになりました。6六歩本当にすごい手ですね。7三飛車成なら4八金で6六の歩と連動して寄せ切ってしまうと、そういう強烈な一撃です。まあ、ちなみに3四銀のところは、単に7三飛車成と取ってしまう手も非常に有力でした。で実戦は6六歩に、ここで石川五段も4七金というすごい手を見せていきました。6七歩成には7三飛車成となろうということですね。で永瀬九段はここで6四角と上がっていきました。7三の金に紐をつけて、2八の王様を睨んだ一着です。でここで石川五段は1四歩という勝負手を放っていきました。乗るか反るか通るか通らないか非常にギリギリの一着ですね。で結果的にここで永瀬九段が無視して6七歩成と踏み込んだのが正確な一着で、再び後手が優勢な展開となっていきます。以下1三歩成同桂1四歩と端を攻めていきますが、1七歩が素晴らしい切り返しでした。これでちょっと先手が痺れてしまった格好だったでしょうか。仮に同香だと1六歩同香2四桂と攻める手が非常に厳しく、香取りがあまりにも受けづらい格好でございます。なので実戦は1三歩成としていきますが、ここで永瀬九段が間隙を縫って1六桂と強烈な王手を放ちました。以下1七玉に1三銀と取りまして、一気に後手がリードとなっていきます。そして石川五段も1五桂という勝負手を繰り出していきました。これがかなり怖い手で、後手が受け間違えればたちまち先手が勝ちそうというところでしたが、ここで永瀬九段が2八角と打っていきまして、以下1六玉に7八と金と飛車を取っていきます。ちなみに7八とのところは1九角成と香車を取った方が結果的に後手玉が後々安全で良かったようですが、強く7八とと飛車の方を取っていきました。そしてここで石川五段も2五桂という強烈な一手を放っていきます。これで平凡な受けだったら2三桂ならずや1三桂なりがありまして、とうとう先手が逆転したかに見えたんですが、ここで永瀬九段が放った次の一手が絶妙手でした。それが1四飛車ですね。これが素晴らしい攻守で、これで後手がようやく優勢を通り越して勝ち筋に入るという状況になりました。1四飛車以外は全て後手が負けそうだったんですが、本当に見事な一手でした。まあ、例えばここで、まあ、1四金とかだと、2三桂ならずで後手玉が、詰み筋に入っています。
仮に1四飛車だったら2三桂ならずが反則になるので指せないということですね。かといって2三銀成とかだと1五飛車同玉1四歩と打ちまして1六玉は1五金まで、2六玉も3四桂で3五玉4四金まで詰んでしまいますんで、これが詰めろ逃れの詰めろ、絶妙手でした。石川五段は1三桂成として同飛車に、ここでまた同飛車が次の1号飛車を狙って1、2の強者と連動して非常によく効いてます。で、2六玉とかわして1、9の強者の利きを通していきますが、ここで永瀬九段2四銀とがっちり打っていきました。で、石川五段は2五銀と打っていきます。そしてここで一回5三角を引く利かす手も非常に有力だったんですが、永瀬九段は2二桂と打っていきました。まあ、結果的に5三角であればもう、3号桂に、大丈夫でしょうかね。5三角であれば、3号桂に1号車とボロッと取りまして、これで同香は同金で詰みますし、他の手もちょっと難しいということで、これは後手が勝ちになっていたようです。まあ、実戦2二桂だったんで、石川五段の方に最後のチャンスが訪れておりました。まだ後手、何を指しても後手が優勢ではありますが、ここは2三桂ならずが最後のチャンスだったようなんで、後ほどまた振り返っていきたいと思います。実戦は2四銀と取りました。ここで永瀬九段は3四桂と桂馬を飛びながら銀を取って王手をかけていきます。これが決め手となりました。仮に3五玉だと4六角引くなるとして、これで同金同角で金を手に入れて簡単に詰ましてしまうという手がありまして決まってしまうということですね。で、3五に行くと4六角引くなるがあるということで仕方なく2五に行きますが、これは2四歩とボロッと銀を取られて3四玉に3三銀打ちから4三玉4二銀と永瀬九段が流れるような寄せを決めていきます。5二玉と入玉を果たしていきますが、5三飛車と回りまして6二玉に3九角成、これが厳しい一手となりました。以下2三桂打ち2二玉3四桂馬1三玉と追って3一桂成と石川五段がもうちょっとも受からない先手玉を放置して形を作っていきますが、永瀬九段は6三飛車と回って詰ましにかかりました。で、実戦は7一玉といきますが、仮に5二玉だった場合は4三銀4一玉6一飛車で詰みます。なので7一玉といきますが、9三馬と引けまして勝負ありです。8二金と打ちましたが、同馬同玉9二金まで石川五段の投了、永瀬九段勝利となりました。取るず以降8一玉には6一飛車と引きまして、何を合駒しても7二銀までの詰みでございます。取れないので詰みですね。また、7一玉も8二銀と打ちまして8一玉に6一飛車、これで歩しか余らない綺麗な詰みという格好になっておりました。一局を通して石川五段も粘ってチャンスがありそうな局面でしたが、最後ギリギリ永瀬九段が逃げ切る展開になりました。ちなみに先ほど2二桂のところ一瞬のチャンスというのは2三桂ならずで、以下同金に1三香成と飛車を取るか、もしくは2三銀成とするか難しいところですが、例えば、同銀ならずといたしまして1九飛車成に1七歩と打って、これで同角成なら、同桂から3五玉とかわしてどうなるかという、そういうギリギリの将棋に持ち込めた可能性があったということですね。お互いもう1分将棋だったので、まあもしかしたら2三桂ならずなら何か起こるかわからないというそれぐらいの差だったかもしれません。評価値でいうと600点ぐらいというところですね。ということで、まあ最終的にはその2三桂ならずを逃し、永瀬九段が鮮やかに寄せ切って勝利となりました。永瀬九段もともとは先手番だったんですが、一回千日手にしてまた指し直し局を制して後手数200手にも及ぶ激闘を制して見事にベスト8進出することになっております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。